まずベースジェルを塗っていきます。手前に焼いたらスーッと押し上げて、効いてくるラインギリギリまで押し上げたら前にきれいに流します。サイドを よく見ながら頭すぐ下ろして、反対のサイドもしっかりと際まで塗り、よいしょ、最後は先端にスーッと触ってライトに照射します。ライトで照射します。そうしたらベースに塗るカラーを筆に取り、同じように塗っていきます。一回焼いたら、ギリギリまで攻めて、スーッと前に流し、まずキューティクルラインをきれいにさせていきます。足りないなと思ったら、もう一度筆にカラーを足して、塗っていきます。このカラーもきちんと先端にエッジですね。によく引っ掛けて、ライトに照射します。そしたら、タイダイ柄を描いていきます。筆の先に少しだけ白を含ませたら、このタイダイのあの柄をイメージしながら、チュン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 と置いていきます。白が強い場合は、ちょっとキッチンペーパーなどに拭き取って量を減らしておいてください。ランダムにトン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 と白で線を描いていって、よいしょ。そうしたらベースに使ったカラーとクリアジェルを混ぜて、少し透けるようなカラーを作っていきます。なるべくクリアが気持ち多めで、透けるような、こう、濁ったようなカラーを作ってあげると使いやすいでしょう。よく筆の先の色を拭き取り、スッスッスッと色を軽く引っ張るように、ぼかしていきます。もし白が全くこう少なくなってしまったら、またちょん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 と最初のやり方で線を濃くしていきます。動かしながら、そうしたらベースに使ったカラーとクリアジェルを混ぜて、少し透けるようなカラーを作っていきます。なるべくクリアが気持ち多めで、透けるようなこう濁ったようなカラーを作ってあげると使いやすいでしょう。そしたら先ほど作ったベースのカラーとクリアを混ぜたジェルを塗布していきます。これも爪全体に塗っていくように重ねていきます。そうするとクリアで混ぜたベースのカラーがうっすらと透けてくれて、こう大理石の深みを、奥行きを出してくれます。これも先端にしっかりと触れてライトに照射します。そうしたらクリアジェルになります。これが薄くて大丈夫です。なぜクリアジェルを塗るかというと、これからまた最後に大理石柄のタイダイを描いていくときに、下にクリアがあった方がボケてくれたり、こう動かしやすく滲んでくれたりするので、しっかりとクリアジェルを塗ってください。そうしたら、先ほどと同じように筆の先に白を取り、少しずらし気味に、またトン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 と色を入れていきます。
そうしたら、色の濃淡というんですかね、をつけるために白の横に、ベースのカラーより少し明るめのカラーを間に入れていきます。トン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 と、こんな感じですね。そうしたら、これをよくきれいに拭き取り、また、この白をぼかしていきます。少し引っ張るように、ツン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 とこう、つつきながら、引きずっていきます。この時に混ぜすぎると、ぐちゃぐちゃに色が混ざって、きれいな大体柄ができないので、少し触れながら引っ張るように、色を残しながらいきます。そうしたら最後に UV カットリップジェルを塗っていきます。これも少し手前に置いたらスーッと置いて、根元をギリギリまでやったら前にスーッと下ろします。最後もきちんとカラーを包み込むようにスーッと流すように塗り、最後にきちんと先端エッジですね、エッジに触れてレイに照射します。